皆さんこんにちは。今回はマッサージ、スキンケア、メイクの3つの観点からほうれい線をトータル的にケアしていきます。今回はエステティシャンの三井さんにもお越しいただきましたので、簡単にできるほうれい線ケアもご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。三井さん、早速ですがほうれい線のマッサージを教えていただけますか？はい、今は私オイルつけた状態なんですが、必ずマッサージの前にクリームやオイルをつけて行ってください。まずじゃあこの頬骨の下を親指の腹で押すようにマッサージしていきます。あんまり強く押しすぎないで次にこめかみのあたりを指先でくるくる円を描くようにマッサージしていきます。この3本指使って行っていきます。ほうれい線をちょっと引き上げるようなイメージでいきます。触ってるだけでなんか違いますもんね。引き上がる感じしますよね、はい、最後に側頭筋、頭の横のあたりを指先で円を描くようにマッサージしていきます。ほうれい線を上げるのにもフェイスラインを上げるのにも大事なので、あの今回の撮影すごいね、女性陣の食いつきがいいんですよ撮影のスタッフの方々もいろいろ質問とかしちゃってもいいですか？もちろんです。これはどれぐらいの頻度でやったらいいんでしょうか？できれば毎日、まあ、負担にならないぐらいで大丈夫なんですけど、全然変わってきます。1回の時間っていうのをどれぐらいやったらいいんでしょうか？1分から3分ほどで大丈夫なので、切るときにぜひやっていただきたいと思います。本当気持ちいいですよね。結構凝っちゃったりする方もいらっしゃるんですかね？すごい硬くなってる方多くいらっしゃいますね。メイクの映え方とかにも違いが出てきちゃうので、はい、ぜひこれは皆様におすすめしたい簡単な、ね、マッサージになりますので、はい、明日から取り入れていきましょう。ではマッサージが終わりましたのでスキンケアをやっていきます。使用していくのがですね、こちらバイタライジングラインです。まずはバイタライジングローションを塗っていきます。こちらはですね、アルガン幹細胞の基礎を使っているんですけども、使い続けるほどハリツヤですね、溢れる肌へと導いてくれるんです。つけた感じもトロッとしてるんですが、私ね、このシリーズには非常に詳しいんです。なぜなら私の愛用品だからです。私がね、大好きな理由がですね、この新人の潤い感ですよね。40歳過ぎると肌のセラミドって20代の約半分ぐらいになってしまうなんて言われてるんですけども、セラミドって少なくなるといろんなトラブルにつながってしまうんですよね。ぜひね、あのこういうねアイテムでケアしていただきたいなと思います。なので私はバイタライジングです。触ってみていただくと、すごいローションだけでかなり潤ってますね。そうなんですよ、拭き取っただけなんですけど、ちゃんともちもちなんですね。すごい、瞬時に潤わせるローションってすごく大事なので、ローションの後の美容液って浸透にローション次第で違いが出てくるんで、なので私ローションに結構時間かける人なんですけど、全然かかんないんですすぐしっとりしますもんね。そうなんです。今日はもうクリームで仕上げていきたいと思います。はい、バイタライジングクリームですね、はい、こちらでお肌をさらに整えていきましょう。はい、クリームなんですけども、すごく表面がいい具合に整ってくるんですよね。いい具合ってどういうことかっていうと、しっかりとこの蓋をしてくれてるような感じってあるんですけど、ツヤが瞬時に出るっていうところで、見た目のところがまず整うっていうところと、こういうハリとかっていうクリームって重たいイメージありません？夏場とかでもね、全然ベタつかないっていうクリームなのがバイタライジングクリームの特徴なので、私は乾燥して皮脂も出るタイプなんですけど、すごくバランス良くなるんです。ぜひね、あの夏場こそこういったクリームをお使いいただくと、すごくメイクのりもいいんじゃないかなと思いますので、興味のある方はお試しくださいませ。ということでお肌が整ったんですけども、バイタライジングリンクルクリームです。こちらはですね、乾燥小じわを目立たなくする目元、口元用の専用のクリームになります。自分用のクリーム大事ですよね。すごく大事なんです。このクリームはですね、特にくすみだったり乾燥小じわ、ハリ不足に悩んでる方、こういった方々におすすめなんですね。アルガン幹細胞エキスとリンゴ幹細胞エキス、ダブルで配合してますので、ふっくらハリ感をチャージしてくれます。部分的に気になるところですよね、こういったところにしっかりのせていくんですけど、こめかみのところですね、引いてもらって押さえるぐらいでいいんですけど、貼ったところで塗り込んでいくのが大事です。口元のところも少しお顔をグッと上げていただいて、膨らませてください。この状態で少しだけまた貼らせてあげるような感じ。こうするとすごく塗りやすくなるのと、筋肉とシワの境目が分かりやすくなるので、よりこの後のメイク、どの辺に何をつけていこうかなっていうのも分かりやすくなるかなと思います。きちんとこうね、塗り込んでいくっていうのが大事なんですが、塗り込む時にも優しく優しく繊細な部分になりますから、力加減に気をつけてください。
どうでしょう、塗ってみたんですが、これだけでもね、違いってご覧いただけるかなと思うんですけども、引っ張られてる感じがありますね、うん、あとはもう単純に乾燥するとシワって目立ってきますので、まずはスキンケアの部分ではしっかりと保湿をしていただく、これが大事になりますので、時間が経って乾燥しないようにしっかり蓋をしてあげるっていうイメージでもクリームは欠かせないものになりますので、面倒くさがらずにぜひ取り入れていただけると嬉しいかなと思います。ここからはメイクでほうれい線を目立たなくするっていうところになってくるんですけども、ご紹介するのはこちら、ミネラル UV ホワイトセラム、適量取っていただいて薄く伸ばしてくださいね。日焼け止めなんですが、美容液の効果もありつつも、さらに下地の効果もあるんです。青みっての透明感がぐっとこう上がって見える光なので、ベースメイクにおいてはラベンダーってとてもとても効果的。ラベンダーって青とピンクを混ぜてるような色なんですが、私のこちらをおすすめの理由は青が強いんです。なので着くすみするなっていう方ですとか、影がこう集まるっていう方にも、実はカラーの選び方として青みが強いものはおすすめなんです。三井さんずっと気になってると思うんですけど、すごい気になります。これ何って、これ温めてるんです、アイテム。実はエトボスのアイテムをご使用いただくときに、指の温熱ですよね、これを加えることによってフィット力だったりですとか、質感の出方がものすごく綺麗になったりするので、特に崩れやすいという方はね、簡単なこれもコツになりますので、ぜひお試しいただければと思います。下地が完成したんですが、いかがでしょうか。すごい透明感が出て、ツヤも全然違いますね、はい、ほうれい線を目立たなくする大事な要素として、こちらのねホワイトセラムを使った理由でもあるんですけど、ツヤなんですよね。マットな肌とみずみずしいツヤのあるお肌、どっちがシワが目立ちますかっていうところですよね。なのでマットが好きなんだという方も、スキンケアから下地の時点まではしっかりと潤い感を整えていただいて、ツヤ感ですよね、ここを表現してから上からパウダーをのせていただくと目立ちにくくなってくるかなと思います。なのでまずポイントの一つ目としては、ツヤを出していきましょうと。そしてもう一つ目は影ですよね。単純に青光っていうのは影を取り払うっていう効果も非常に高い。こういったところで本日はミネラル UV ホワイトセラム皆様にご紹介させていただきました。三井さんどんどんいきましょう。次に使っていくのがコンシーラーです。エトボスにもコンシーラーってスティックタイプのものとパレットのものってあるんですけども、ほうれい線にはこちらです。ほうれい線というところは筋肉が動くところに出てくるというところなので、スティック状のコンシーラーってものすごくカバー力があるんですけども、その分ちょっと固めなんですね。筋肉の動くところに硬いものを乗せておくと逆に目立ってしまったりしますので、柔らかさのあるもの、そして滑らかな塗り心地のものをお選びいただくというのが大事なポイントになります。本日はこちらのパレットの方を使わせていただきたいと思います。使用していくのは3色あるうちの一番下のカラーになります。上の2色は使わないんですか。上の2色ってどちらかというと赤みとかもそうなんですが、そういったものが発生している場合はお使いいただくのがおすすめにはなるんです。真ん中のカラーの場合は青みが強いところに使っていただいて、要するに打ち消し合っていくっていう性質を持ったコンシーラーですから、プラスマイナスゼロっていう状態を作っていくわけです、色素に対して。なので今日は影っぽい要素というんでしょうか、なので光を入れていくカラーですよね。ほうれい線にはこちらを使っていきたいと思います。くんですけど、三井さんって赤みが出やすかったりしますか。あ、そうですね。なのでまずは赤みですね、ほうれい線を目立たなくするために、赤みなども、ね、実はほうれい線が目立っちゃう要因になっちゃいますので、しっかりカバーしていきます。そしてほうれい線のところこう乗せたいと思うんです。できることならそれをおすすめしたいんですが、逆に入ります。ほうれい線って1日にもう何万回も起きますよね、はい、そこに乗せていればいるほど増えてしまったり中に入ってしまったりするので、なるべく少量で使っていきたいですよね。なのでちょっとだけ上のところですね、乗せていくんです。シワの真上でもなく、ちょっとずらした筋肉のところに関わるように乗せてるんですけども、長さもだいたい2センチくらいです。少しの量をつけていただいて、なるべく筋肉の膨らみというんでしょうか、これをしっかりと強調していく、そういうつけ方の方が影は目立たなくなります。この線のこのつながりですよね、ここを断ち切ってあげるっていうことが何より大事なんです。なのでさまざまな、ね、色素が混在しているところでもあるんです、小鼻周りというのは。だからこそ効果の高いカラーを薄膜でのせてあげる、これが非常に大事なポイントになってまいります。あ、すごい目立
目立たなくなってますね、はい、どちらかというと影を消すっていうよりは元々の膨らみを強調してあげる方がとても自然な仕上がりになるかなと思います。ということでコンシーラーを使って今目立たなくなっているんですけども、さらにもう一段階いきましょう。ラディアントスキンバームをこちらを仕上げに使っていきたいと思います。さらに筋肉の膨らみを強調したいので黒目の真ん中ですよね、正面見た時の延長線上のところをめがけてのせていきます。ここからほうれい線のところですね、ここにかぶる直前、ここにトントンと。ハイライトバームなんですけども、ムラに光るんですよ。偏光パールシワだったりとか毛穴などいろんなものが目立たなくなるっていう特別なバームになるんですね。そのバームをほうれい線にかかるちょい上のところに乗せておいていただくと、ムラに光るということは様々な影も目立たなくなるっていうことなんですよ。光り方がねすごくやっぱり美しく光りますので、ツヤといってもまた変更でできるツヤって立体的なんですね。で毛穴にも強いしほうれい線にも強い、万能ですね。固めであるからこそ持ちもいいです。なので小じわが目立つところだったりとか、ほうれい線が気になるところ、ここの筋肉のところにポンポンとつけていっていただくと、だいぶまた見え方が違ってくるかなと思います。実はこちらのアイテムのすごいところは、日本初乾燥小じわ、こういったものが目立たなくなるっていうバームなところなんです。すごい。ぜひね、興味のある方はこちらもお試しいただければと思います。ということで今回は道井さんをお招きしまして、ほうれい線ケアと目立たなくするベースメイクをご紹介しました。とても簡単なのでね、はい、ぜひ実践してみていただければと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。やめてやめてやめてくれ